有名私立中学受験ナビ、ここからは松蔭中学校高等学校をご紹介します。学校紹介の VTR をご覧ください。1892年神戸北野の地に産声を上げた小さな女学校が始まりの松蔭は、キリスト教主義に基づく伝統校です。スクールモットーはオープンハート、オープンマインド。生徒と教員が家族のように接し合う温かい空気の中で、多様な価値観や個性を認め合い、グローバル社会に必要なスキルと姿勢を身につけた人材を育てています。松蔭では自分らしさで未来をデザインするをテーマに、2ストリーム3コース制を導入しています。中学は英語を中心にバランスよく学びながら、さまざまな体験をするディベロップメンタルストリーム DS、 そしてセミインターナショナルスクールのグローバルストリーム GS の2つのストリームがあります。高校はランゲージ&サイエンスコース、アスリート&アーティストコース、グローバルリーダーコースの3コース制となっています。 DS の ICT イングリッシュでは、月1回ペースでのオンライン英会話とアプリ利用による4技能対応の取り組みを実践し、高い英語力、国語力、問題解決力を養います。 DS に続く高校の LS ランゲージ&サイエンスコースでは、国公立大学、難関私立大学を目指す特進クラスを設置しています。また指定校推薦枠も充実、探究の学びを通じて自分を知り、自分を高める取り組みを行っています。そしてスポーツや芸術の活動と学業の両立を支援する高校の AA アスリート&アーティストコースでは、校外で取り組む活動に専念しやすいカリキュラムを採用。 AA 特別講座では栄養学、心理学、セルフプロモーションなど多様なテーマで専門家を招いて講座を開講しています。自分の体についてや栄養バランス、ペップトークなど様々なことを学びました。高校生活とサッカーを両立していく上で、勉強や自分のやりたいことについて理解してくれる先生や友達がいることが大事だと思います。授業自体は5時間で終わったりすることが多いので、その後の練習までの時間の隙間時間を有効に使ったり、授業の一つ一つを大切にすることを大事にしています。プロサッカー選手になるために埼玉から松蔭高校を選んだので、努力してプロサッカー選手になりたいです。スタジオには松蔭中学校ディベロップメンタルストリーム3年生西尾新太さんと、社会科教諭木下優里先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。さあ、まずは西尾さん、なぜこの学校を選ばれたんでしょうか？母が通っていたので、私も同じ制服を着てみたいと思ったのと、小学生の頃オープンスクールに行った時に松蔭のアットホームな雰囲気に魅力を感じたからです。いや、お母様と同じ学校だからとか、あと制服も本当に可愛くって印象的ですよね。今西尾さんって部活とか何されてるんですか？モダンダンス部です。かっこいいね。どういうダンスなんです？流行りの K-POP ダンスを踊ったり、先輩方が振り付けをしてくださり、それを文化祭で発表します。学年を超えて一つのものを作り上げるので、とても楽しいです。そっか、部活も楽しんで、ね、やってらっしゃるんですね。で、学校全体のこの雰囲気っていうのはどういう感じでしょう？先生と生徒の距離が近く、授業中以外にも気軽に先生とコミュニケーションを取ることができます。どの先生も私たち生徒を一人一人しっかり見てくださり、時には娘や妹のように大切に接してくださるので、毎日安心して学校生活を過ごすことができます。家族みたいですね。そうですよね。そういう雰囲気があるってことですよね。さあ先生、高校にはアスリート&アーティストコースというものがあるんですが、はい、これはどういったものなんでしょうか？はい、
校外での習い事として様々な活動に取り組んでいる方が対象となっております。月曜日から金曜日までは午後時までで学校が終わりますので、その後に活動に向かっていく、いただくことができます。またこのコースに限りましては土曜日の授業は行っておりません。校外での活動と学校生活を両立しやすいように考えられたコースになっています。現在は、生徒たちはサッカー、踊りのバレエ、バレーボール、テニス、ダンス、フィギュアスケート、ショートトラックのスケート、ゴルフ、伝統芸能のおのおのものなど様々な活動に取り組んでおります。幅広、本当です ね。でも夢を応援してくださるということですよね。そして AA 特別講座というのも面白そうでしたね。はい、こちらのコースは、AA 特別講座というのを行っているんですが、現在取り組んでいる校外での活動にも将来活動を引退した後にも活かせるように、さまざまな分野の専門家の方をお招きいたしまして、月1回程度特別授業をしていただくものになります。例えば栄養学ですとかコンディショニング、心理学などの講座をすでに実施しております。心理学では緊張の仕組み、そしてその対処法を学ぶことで、緊張している中でいかに高いパフォーマンスを引き出せるかということを学び、日々のパフォーマンスを高めることを目標とした講座になっています。なんか私たちの時代にはなかったような、そうですね、この授業内容がたくさん組み込まれてるんです ね。もう長く使えそうな知識、ね、ばかりですよね。本当に、はい、それでは授業の特色や学校生活を見ていきましょう。ご覧ください。GS の ICT イングリッシュでは、月曜から金曜の毎日、探究学習と結びつけたオンライン英会話を実施しています。 GS に続く高校の GL グローバルリーダーコースでは、グローバルに通用する英語力と課題解決力を育成し、総合型選抜で難関私立大学を目指します。 GL コースでは単に先生から一方的に学びを得るのではなく、いろいろな外部の人と連携して学ぶことが多くなっています。その中でも特に印象的だったのが、世界探訪オンラインというバーでシリアの幼稚園生や大学生とつながりました。最初はシリアは戦争とか危険な国なのではないかなと、ちょっと怖い印象を持っていたのですが、実際に会ってみると、シリアの人々はとても笑顔あふれて優しい人柄っていうことが分かりました。私は今異文化コミュニケーションに興味を持っていて、国関係なしに人々と会話して笑顔にさせたいという思いがあるので、将来的に人と会話をして人の役に立ちたいなと思っています。さらに GL には社会をより良くする女子高生起業家プロジェクト、ソーシャルアントレプレナーシッププログラムがあります。企業とタッグを組み、実際に商品やサービスの開発・販売を行っていきます。マーケティング力や金融の知識、ビジネスの知識を得ていくことができる松蔭独自のプロジェクト型学習プログラムとなっています。ソーシャルアントレプレナーシッププログラムというのは、要は社会貢献になるようなビジネスを高校生の間にやりましょうということなんです。やっぱり物事の見方が変わるっていうところですよね。なんでこの商品がこんな値段をしてるんだろうかっていう部分って、あんまり普段気にしないんだけれども、自分たちで値段設定をしたり、どう販売するかっていうのを考えていくと、物事の捉え方っていう幅っていうのがすごく広がったなっていうのが一番の印象です。三船さん、グローバルに活躍できる力が養われそうですよね。本当ですね。もう世界を視野に入れてこれから羽ばたけるって、ものすごい大きな強みになりそうですよね。本当ですよね。うん、そう、先生、中学のグローバルストリーム、そして高校のグローバルリーダーコースでは、毎日オンライン会話に、英会話に取り組んでいるということなんですが、はい、生徒さんの英会話、はい、力伸びてるんでしょうか。はい、まずびっくりするほど自然と英語を話せるようになります。英語の資格検定ですと、現在高校生となっている1期生2期生の生徒のほとんどが英検の2級レベルを超えてきています。高校1年生で英検1級に合格した生徒も出ました。実際にここ進学入学するにあたって、どのぐらいの英語力が必要になるんでしょう。はい、
中学の GS の入試では英検4級程度の内容をエッセイや英語の面接で表現していただく必要がございます。英検の4級程度ですのでそれほど高い英語力を、求めるものではありませんが、しっかりと入試に向けて準備をしていただく必要がございます。また土曜日の午前中に本校では小学生対象の英会話講座を実施しております。ある程度英語をやっている小学生向けと英語初心者の小学生向けの2コースをご用意しています。 GS をお考えの方だけではなくて英語を頑張りたい小学生にはどなたでもご参加いただけます。現在はノートという SNS を利用いたしまして GS、GL の取り組みをさまざまな角度からご紹介しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、なんかそれぞれの、ね、こう強みをどんどん引き伸ばしてくれる学校なんだなと思ったんですけれども、西尾さんいかがですか？将来の夢、これだっていう目標、何かもう決まってたりしますか？タカラジェンヌを目指しています。ファンクラブ入らせてください。すごい素敵な志ですね。今じゃあもう本当にそれに向けてダンスにも真剣に励んでいるんですね。どうですか先生、こういう夢を持ってる。はい、もう本当に頑張ってる姿見ていて、もう応援をずっとしています。はい、夢に向かって頑張ってください。頑張ってください。それでは先生、説明会入試情報をお願いいたします。はい、はい、9月10月で3回の説明会を予定をしております。また小学生、小学校6年生を対象に、プレテストを11月10日日曜日に行いますので、どうぞそちらの方もよろしくお願いいたします。詳しくは本校のホームページをご覧ください。西尾さん、木下先生、ありがとうございました。